どうも小野です。私はですね、今中国上海に来ています。今回はね、中国のネット事情について、ネット中毒の私がねちょっと紹介したいみたいと思います。皆さん中国、ネットね、Facebook とか YouTube とか Twitter とか見れないっていうのはもしかしたらご存知かもしれないんですけども、まさにねこの2017年の今でもね、中国はそういったねアメリカ企業のネットサービスをねシャットダウンしています。それでね、私もね今中国にね来たらね、本当にね今思えばもうアメリカの企業のなんかサービスというかアプリとかそういったものを使ってるなっていう風に感じます。というのもね、まず中国来たらさっき言った通り Google 関連のやつは一切使えないので Google マップが使えません。私ね海外来たら Google マップめちゃめちゃ使ってるんですけども、それがね中国ね使えないんですよね。なんでねすごいねもう痛いですよね。中国来る前にもうね事前にGPS は使えるんで、アプリをねある程度こう読み込んで、大体の中国でこう位置みたいな Google マップでは一応ね事前に日本とかで読み込んどけば分かるんで、そういったのをね使ったり、スクリーンショット撮ったりね、そういったのでね無理やりやってるんですよね。他にもね私 Twitter ももちろんやってますし、まさにねこの YouTube、 これもね中国 YouTube 見れないですよ。 Wi-Fi つながってたのもね。あとはインスタグラムもできないし、ちょっと日本のサービスというか、日本のコンテンツになっちゃうんですけど、2チャンネルとかもねあれも見れないです。それでね Yahoo! JAPAN、 これはね見れるんですよ。それで今パソコンでちょっと開いてるんですけども、こんな風にね見ることができるんですよね。ただねこれもちょっと難しいというか、実際に来てみないと分かんないんですけども、明らかにね Yahoo! JAPAN とかね日本のサービスを使おうとすると、中国以外のサービスを使おうとするとめちゃめちゃね速度が遅いんですよね。中国の WeChat とか、僕この中国来たらね、妻と連絡する時とかね使ってるんですけども、 WeChat はめっちゃサクサクこうね返事とか画像とか送れるのに、なぜかね Yahoo! JAPAN ね、テキストがメインじゃないですか、 Yahoo のトップって。それなのにねちょっとやってみましょうか。今でも Yahoo! JAPAN ね、じゃあちょっと適当に見てみようと思います。これもねさっき言った通り、今は早いんですけども、これもねだから調子が悪いとね全然こうね、ここら辺とかちょっと微妙に遅いじゃないですか。これってすごいめっちゃイライラするんですよね。結構だから速度が出てるにもかかわらず、こうやって、日本のサービスとかめちゃめちゃ遅いんでね、中国本当にね Yahoo 見ててもイライラします。それでじゃあ実際に、じゃあ次はね多分見てみないと分かんないと思うんで、じゃあ次は Twitter、 じゃあいきましょうか。 Twitter どうだ。見れないんですけどね、一応皆さんにどんな、中国来たことない人のために、どんなものかっていうのをちょっと紹介してみたいと思ってるんで、ちょっと改めてこんな感じでね、Twitter はシャットダウンされてます。そんな感じです。あとね YouTube とかもこんな感じでつながらないようになってます。皆さん仕事で来る方も多いと思いますし、あとね僕結構中国経由で東南アジアとかだとすごい安く行けるよみたいなね、中国東方航空とか使ってね行けるよっていう風に紹介してるんですけども、中国来たらねこんな風な感じになってます。それね一応ね回避策が何個かあるんですよね。1個は一番有名なんですけど、VPN サービスを使うっていうやつですね。結構月1000円とか払えばね日本経由のVPN っていう中国にいるんですけども、こう日本を経由させてっていうのが結構iPhone のアプリとかでも、あと Windows の設定とかでも事前に用意しとけばできるんですけども、それもね結構使えるところと使えないところがあるんですよね。僕もVPN は自宅経由でね接続することもできるんですけども、今ここ泊まってるホテルはね、以前はVPN で通してね接続できたんで YouTube とか見れてたんですよ。なんでねこのホテルすごい好きだったんですけども、今日ね来てみたら使えなくなってました。これはね結構ホテルとかね空港のフリー Wi-Fi とかね使えるところ使えないとこっていうのは VPN もあるんですよね。特にね空港のねフリー Wi-Fi みたいなところはもうねVPN 通す人が多すぎて、もうそこはねもうかなりねセキュリティ厳しくなってるんで、もう繋がらないですね基本的に。なんでもうね本当に上海の Wi-Fi ね、中国でね Wi-Fi キャッチしてもねあんまりね嬉しくなくて、勝負はねむしろそっからなんですよね。ホテル繋がらないっていうのは分かったんで、またねちょっと私のね、Wi-Fi が入ってさらにね VPN つなげれるホテルっていうのをね探す旅が始まるんですけどもね、まあね、皆さんよかったらなんかおすすめホテルとか上海とかあったらね、ぜひとも教えてほしいんですけども、こんな風な状況になってます。まあこれ今はね、分かりやすいようにパソコン画面見せてるんですけども、これ iPhone とか Android とアプリも全く同じなんで、はい。なんでね、こんな風になってます。それでね、唯一ね、使える方法っていうのは他にもあって、まあ他にもね、無理やり LINE とかね、あとね、言い忘れてたんですけど、LINE も使えないです。はい。なんでね、皆さん、中国来るときは必ずね、WeChat、これをね、ダウンロードしてください。それでね、まあ、家族とかね、親しい友人とか、まあ、あとね、仕事関係で、事前に連絡取る人とかにはね、すでにもう WeChat のアプリ入れて、ね、お互いね、こう、交換し合ってる状態にしといてください。まあ、そうしないとね、本当に連絡取れないんでね、大変です。ただ、日本のソフトバンクとかあるじゃないですか。あとドコモとか。ああいったね、国際ローミング高いんですけども、1日2,000〜3,000円ぐらいかかりますけれども、それでインターネットすれば LINE とかも使えます。なんでね、そういったのもあるんですけども、基本的にはね、まあ、中国ね、こんな状況になってます。本当にね、もう2017年グローバル社会というかはね、もうね、こんなね、いろいろこう旅行できる、気軽にね、もうね、国内、国外関係なくね、旅行できると思ってたら、意外とね、こんな、身近な国でね、なんかすごいね、まあ、距離は近いんですけども、なんか遠くに感じるような国っていうのもね、中国、そんなところですね。またね、北朝鮮もそうですよ。なかなか行けないっていう話ですね。はい。まあなんでね、皆さんもね、もし中国来ることがあれば気をつけてください。まあちょっと今回ね、もうね、お眠の時間なんですけども、あんまり眠くなかったので、こんな動画を撮ってみました。もしね、中国とかで、に暮らしてる方がもしいて、普通に私の YouTube とかね、見てくれてる人とかね、いるのであればちょっとわかんないんですけども、なんかね、アドバイスいただければと思います。本当に僕は結構もうネット中毒者で、ね、常にもう Twitter とか YouTube とか誰かこう、なんか更新してないかなみたいな風に、とかね、コメントとかね、見てるんですけども、この中国来たらね、ネット使えなくて本当にね、イライラします。まあ、ある意味ね、こうデトックスな感じで、ね、もうここに来たらもう仕方ないみたいなね、ちょっとね、アナログ、まあ本とかね、持ってきてね、読んでる時もあるんですけども、やっぱりね、仕事とかでどうしても、すぐに連絡したい時とかね、なんかね、こうね、調べたい時とかね、使えなくなるんでね、そういった時にイライラするんでね、皆さんにちょっとシェアしておこうと思ってね、今回こんな動画を撮ってみました。はい、まあこんな感じでね、まあいつかはね、中国ね、私、来たことあるって言っても、本当に上海とか北京とかね、海側の方しか行ったことなくて、本当に中の内陸部っていうのは行ったことないんですよ。こんな状況なんでね、もしね、1週間、2週間とか旅行したらね、その間はもうね、YouTube とかアップできないんでね、ちょっと困っちゃうんですけども、まあ、だからこそね、行く価値があるのかなっていうふうには思ってます、逆にね。まあ、そこら辺のね、動画っていうのはなかなかね、ないですしね。なんでね、そのうちね、そこら辺も旅行した、様子っていうのは映そうかなっていうふうに思ってるんですけども、まあ、皆さんね、ぜひともそういったところって興味ありますか？これはね、本当に中国はね、英語がね、もうね、話せても全然意味がないんでね、やっぱり中国語話せないとね、全然ね、なんかコミュニケーションとか現地の人取れないんでね、中国語のね、まあ、勉強もそのうちちょっとしようかなっていうふうには思ってるんですけども、まあそれよりもまず韓国語かな。私の場合妻が韓国人なんで、まあ、韓国語の勉強もね、中国の勉強もして、ね、内陸部の方もね、いずれは攻めたいなっていうふうに思ってます。皆さん興味ありますか？そういったところに行ってもね、快適になんかこう YouTube とかアップできる方法とかね、もしなんかあればね、教えてください。中国はね、もうね、こうやって YouTube とか解禁するのをね、待てばいいんでしょうけれども、多分それはもうね、来ないかなっていうふうに思います。もう中国のね、国産のサービス使えみたいな感じでね、やっちゃってね、そんな状況なんでね、まあ、YouTube 解禁されることっていうのは、まあ、しばらくはないのかなっていうふうに思ってます。まあ、こんな感じで今回はちょっとね、最後ら辺は、適当なちょっと話になっちゃったんですけども、動画終わりたいと思います。この動画が面白かった、役に立ったっていう人はぜひとも高評価をしていただければ非常に嬉しいです。またね、チャンネル登録してない人はこれを機会にぜひともよろしくお願いします。まあ私、普段よく海外行っていて、まあ、中国のね、動画あんまり上げてないんですけども、中国もね、今日来てるんで、これからはね、中国ネタっていうのもちょっとアップしていこうかなっていうふうに思ってます。まあ、こんな感じで、今回の動画は終わりたいと思います。それでは。今、上海プードン空港の、中国東方航空のラウンジに来てるんですけども、ここだとね、Wi-Fi、まあ、つなげることもできて、さらにね VPN も通すことができるので、ここに VPN ってロゴついてるんですけど、ちゃんとね日本と同じように今 YouTube 見れてる状態です。なんでね分かんないんですよね。多分ね航空会社のラウンジってやっぱりね外国人多くて、やっぱり上級会員っていうこともあって VPN はね頑張ったらね遮断できるんですけども、あえてね多分開放してるのかなっていうふうに個人的に予想してます。空港にあるね Wi-Fi もあるんですけども、それだとね VPN つながらないです。やっぱりこんな感じで普通に見れるんですけども、若干ね、遅かったりやっぱり VPN っていうこともあって日本を経由してね接続してる感じになるので、でも一応こんな風に見れるところもあります。はい、そんな情報でした。中国の Wi-Fi はなかなか攻略するのは難しいって感じですね。攻略ね、全くシャットダウンしてればいいんですけどね、逃げれないこともないっていうのがあるのがねもどかしいところですね。